こんにちは、たいへいです、えー、久しぶりの動画の撮影投稿になりますご無沙汰しておりました、えー、よろしくお願いします、えー、とまあね久しぶりということもあって今日はね、えー、今の、まあ、田畑の様子をねざっとね、一周回って、えー、見ていただきたいなというふうに思っています、えー、今日はね、5月の9日まあ春ももう終わりですね終わって、夏に かけてまあ夏の始まりと言いますかそういう季節の、まあ、様子ですね、えー、畑の様子で田んぼも田んぼというかお米作りももう始まりました、えー、と先日5月の2日3日に、えー、お米の種まきもしましたでその種をまいた後との、まあ、今の苗床の様子ですかも見ていただいたり、えー 夏野菜のポット苗も、えー、少しね遅れがちなんですが作っていますでその様子も少し見ていただきたいというふうに思っていますので、えー、結構盛りだくさんですでまたね、えー、急ぎ足というかあのバタバタしながらの撮影になるかと思いますがあのよろしくお願いしますそれではね、えー、とこちらの尾根から見ていきましょうか えー、こちらのね、うねから見ていきたいと思います。えー、とまず最初に見てもらうのが、サニーレタスですね、えー、去年の9月の中頃に、ここの場所に苗床を作って種をおろしました。その時はチマサンチュとキャベツも一緒に種をおろしました。苗をそこで育てて、育ったものを11月の、ね、中頃ぐらいやったかな、えー、定食しています。 冬の間はあまりね、えー、育ちもゆっくりゆっくりだったので収穫はしていませんでしたが、えー、3月になったぐらいから、えー、徐々にね、えー、収穫をしていますちょうどねその自分は油中のお野菜白菜とか、えー、小松菜チンゲン菜、えー、水菜とかが、えー、ちょうどね遠立ちしてくる時期で もう食べれなくなった時期とちょうど入れ替わるような形でサニーレタスや千、えー、サン地などの野菜が収穫できるようになってきました。で、えー、っとこのサニーレタスも千、えー、サン地もそうなんですが、外葉をね書、えー、いて描くというかちぎってね大きく育ったものから収穫をしていきます。で全部はね えー、株ごと全部取るような形じゃなくてこういった形で、えー、収穫したそ外葉を、えー、いただいています。でこれ外葉を、えー、取れば取るほどまた中から、えー、葉っぱが育ってきてくれて、えー、なんかね無限になんか取れ続けるような。えーっと まあ、もう少ししたら遠立ちしてきて、えー、種を作る営みになると思いますがそれまでは、えー、随時取れ続けるので、えー、本当に重宝する、えー、お野菜になってますで、えー、次いきましょうかで次なんですが、えー、こちらの横のところはネギが割っていますでこのネギは干しネギを買ってきたものを植えて育てて いるものなんですが、えー、冬の間、えー、少しずつ食べていて、えー、結構ねまばらになってきてると思いますもう少ししたら全部、えー、抜いて、えー、植え直そうかなという風うに思っていますで、少し足らない分は干しネギを買ってきて、えー、補填して、えー、もう少しね数を増やしておきたいなという風うに思います、えー、とその次ですね こちらの方は、ごぼうが真ん中に筋巻きをしたものが、えー、育ってきているのが見えるかと思います。えー、っと、一昨日二2日前ぐらいかなに、除、え、草、ー、と間引きをしました。えー、3月の下旬に、えー、種を巻いたものなんですが、まあまあ、えー、順調に育ってきてくれていると思います。 えー、まずね、1回目の、えー、間引きだったので、えー、5センチ間隔ぐらいに残して、えー、間引きをしました。で、よいしょ。こちらの方がね、少しね、間引いてないところも、ちょっとね、見ていただこうと思って、残していました。えー、これぐらい、えー、積んでいるというか、 混み合った状態になるぐらいまで、えー、ずっとね、えー、間引かず草も引かず、えー、育てていましたでももう少しね、えー、窮屈になってきたので、えー、間引きをしていますで、えー、っとまたねもう少し、えー、育ってきて葉っぱ同士がもっと混、えー、み合ってきたら 次は、えー、1 0センチから1 5センチぐらいの間隔になるように、えー、っと2回目の間引きをしたいと思いますごぼうはねだいたい1 0センチから1 5センチぐらいに間引いたら、えー、それでいいかなというふうに思っています、えー、っとあとはね、えー、お料理に盛りをして、えー、見守っていきたいというふうに思いますでは、えー、その次ですが、えー、横にあるのが スナップエンドウになります、えー。スナップエンドウも、えー、まあまあ、元気よく育ってきてくれているとは思いますが、自家採取した種をまいたものはね、全然育ってくれなくて、なかなかね、難しいですね。えー、スナップエンドウの種取りがどうも難しくて、えー、なかなかね、えー、うまくいかなかったです。で、芽が出なかったので、えー、あと、 少しね種も足らなかったということもあったので、えー、とまたね新たに種を買い直して植えたものになりますえっ、ー、と11月に入ってから、えー、種をまきました、えー、もう少ししたら収穫時期になるかなという感じなんですがあこれぐらいがいいですねこれぐらいふっくらとスナップエンドウは身が膨らんできたぐらいが えー、ちょうど食べ頃かと思いますでこのね下の方に、えー、私は少しね、えー、もっとね大きくなったもうね鞘の方も硬くなってきて、えー、と結構ね、えー、身も、えー、完熟しているような感じになってきてますが、えー、最初の方にできたものは比較的私は、えー、種取りとして、えー、残しています。 最初のほうにできたものってねどうしても早く食べたいなというのがあって、えー、収穫したくなりますが、えー、私は少しね我慢をして、えー、っと少しね上のところから収穫するように、えー、最近はしています、えー、スナップエンドウもそうですし絹さやエンドウ後で見てもらいますが絹さやエンドウも同じような感じで、えー、種取りをしたいと思っています 人によったら2株ほど種取り用に残しておいて種取りをするという方もいてますまあねちゃんとね種取りができるっていうのがねまあ基本かなと思いますのでいろんないろいろな時期で時期によってもねちょうどね梅雨時期に種取りが重なってくるとカビやすくなったり えっとあとの方にできた種よりも最初の方にねできた種の方がいい種ができるとかいうのもありますしいろいろな考え方があると思いますのでいろいろと試してみたらいいかなというふうにも思ってますで、えーまあ、こういう感じでもう3段目まで、えー、大きく育っているものもありますこれなんかはね、えー、っと僕の背丈と同じぐらいまで育ってきていますね はい、えっ、ー、と、その次ですが、えー、横に移ります。こちらの方は、玉ねぎが、えー、植えてあります。えー、っとね、玉ねぎ、正直言ってね、うまく育ってない方かなと <laughs> 思っています。ちょっとね、元気がなくて、えーまあ、元気がないとはいえ、まあ、健康的な感じではあるんです。えー、っと、あまり、 大きすすぎでではないですし葉っぱの色も黄色っぽくはなくてまあ、ほどほどいい色合いにはなってるとは思うんですが、えー、私の手の貸し方といいますか、まあ、まず最初に、えー、種でねうまく育てることができなくてで、えー、ちょうどね、えー、苗を植える時期なんかも。 えー、少しね、えー、い,いいタイミングといいますか適期に、えー、苗を植えることができなくて、えー、購入するのも遅々になって、えー、植えたものになっていてそれでいてまた、えー、その後も補いといって、えー、少し、えー、私は腐葉土と米ぬか等を混ぜたものとか、えー 油かすと米ぬかを混ぜたものを少しね、えー、株の周りに、えー、巻いて、えー、玉ねぎなんかは少しね知力のいるあった方が、あのー、玉ねぎの玉も程よくねいいサイズに育ってくれるものですので、えー、そうするんですが今年もなんかねなえー、っと補いができなくて。えー うこういう感じで、えー、育ちになってるような感じになってますでまだねえー、っとここまで、えー、玉も大きくなってないですねで、えー、まだまだねもう少し、えー、かかるかな、えー、今の時期の玉ねぎは、えー、まあ雨が降るたびに、えー、玉をね太らしてくるので、えー 今のね、見た感じよりももう少しね、えー、しっかりとした玉ができてくれるのかなというふうに思っています。もう少し、えー、見守っていきたいと思います。少しね、1、えー、列置きに草刈りをしていますので、えー、間の草を今度はね、刈ってなかったところの草をこちらのこ,ここの列の、ね、草を、えー、刈ってあげたらいいかなというふうに思っています。 えっとそんな感じですかねでえー、っとねこちらの畝、えー、なんですが草ぼうぼうになってるところなんですが実はえー、っと天巻で、えー、きでえキュウリの地培キュウリの種を、えー、巻いています、えー、2週間ほど前ですかね巻いたんですが えっとね、なかなか発芽率が悪くて、買った種なんですがね、えー、発芽率が悪くて、これなんかは1つ出てますが、全然出てないところもあったりするので、えー、実はね、えー、ポット内で種を巻き直します。その種は、えー、自家採取したやつで、えーえー、っとなんとなくね、えー、種を更新しようかなと思って買い直したんですが。 えー、やっぱりね自家採取の種の方が発芽率も元気もいいような感じがしていて、えー、巻き直しましたでその苗が、えー、うまく育ったら、えー、こちらの方に定植したいなというふうにも思っていますでこちらの方にもこうね巻いたはずなんですが芽は出てきていません で,よいしょで、えー、っとね、2メーター幅の、えー、5メーターぐらいのところに4箇所、天巻きをしているんですが、えー、草はね、全、えー、面、こういう感じね、生やしたまんまにして、えー、巻いたところだけ草を刈っている状況です。これは、えー、ウリ科のきゅうりとか、えー、かぼちゃ。 総顔などに付きやすいウリハムシっていうね虫がいまして、えー、その虫を避けるためにこういう風な感じで、えー、今ね、えー、育てています、えー。ウリハムシっていうのはね、えー、こうブーンと飛んできてストンって下にね、えー、なかなかね降りにくいというか、えー、大好きなねウリ科のものが ちょっと、ね、見つかりにくいような感じで、えー、育てたら、えー、ある程度ね苗が大きく育ってきたら多少ねウリハムシがついても、えー、全然問題にしなく、えー、成長してくれるようになるのでそれまでは少しね隠すような感じで、えー、っと育てるようにしていますここも、えー、苗を育ててる場所ですもうね出てませんよあ1個出てるわ 1>, ね、1つだけあもう1個出てるか2個出てますね出てるけどなんかね弱々しい感じですねはーいでえー、っと次に横のところなんですがキャベツキャベツがあります先ほどのサニーレタスと一緒に苗を育てたものになります 少しね時期が遅かったので種をまいたのが、えー、と年内には食べられず、えーまあ、春先に食べれたらいいかなという感じで育てています少しね結球してきているのでもう少し、えー、待って、えー、大きくなったのを収穫していただいていきたいというふうに思いますで、えー、その横のところですねきゅうりの横をきましょうか のところは、これ、なんだかわかりますかね。えっ、ー、と、大根の花が、花、花じゃない、大根の種ができてます。で、花もね、先、えー、の方だけ少しまだ残ってますが、大、え、根、ー、が割ってたところになります。こういう感じでね、えー、いくつか私は大根を残しておいて、えー、種取りをするために、えー 残していますで、えー、こっちにもありますね。少し大きなのが、こっちの方にもあります。これは結構大きいですね、えー。種が少しずつできてきて、これが乾燥してきたら、ちょうどね、収穫時期というか、種取り時期になります。でまたね、その時期になると、えー ホウジロという鳥とか私のところではカワラヒワという、えー、鳥がいて、えー、種をね結構油中の種を食べる、えー、鳥がいますので、えー、もう少ししたら、えー、青色のこう大きな、ね、ネットがあるのでそういうのをかぶせて鳥対策として、えー、していきたいというふうに思いますでその手前ですねこ,こちらの方は 菊の花が咲いててすごく綺麗なんですけど、えー、春菊が植わってたところになります、えー、少しね草ぼうぼうになっていて草に負けそうな感じなんですが花のところは、えー、草の上の方に出てますのでもうこのままの状態で、えー、これも種取りをしたいというふうに思っています、えー、順調にね種ができたらいいなと思います でその横ですね、がごゴボウですね。こちらも、えー、こちらは去年か、去年の3月に種をまいたもので、えーっと、この自分になったら、と立ちをしてきてます。真ん中のところにね、太い軸が伸びてきていますが、も,もう少しね、上の方まで伸びてきたら、えー、花を咲かせて実をつける営みになってきます。 これもね、種をね、ちゃんと取りたいなというふうに思ってますので、えー、もう少しね、えー、見守っていきたいと思います。で、その横ですね、横の畝に移っていきますが、こちらの畝には、トウモロコシを、えー、2畳に上巻60センチ開けて、株間30センチぐらいかな。 に、えー、3粒ずつ、えー、トウモロコシの種をまいていますこれもね3つ出てますねこういう感じでね育ってきています順調に育っているような感じですね、えー、最終的には2つに残して2つ残しで、えー、育てたいというふうに思いますい次に、えー、その横はこちらの方はね人参 人参がね、えー、植えてあったところですね。で、人参もちょうどこの時期に到達してきてくれています。で私のところではだいたい6月から7月にかけて花が咲くような感じです。今年は少し早いかな。どうだろう。まあまあ、でもこれだけね、えー、順調に伸びてきてくれていますので、またね、ちゃんと種取りを できたらな白いね綺麗いなね、えー、花が咲くのでにんじの花もね、えー、ちょうど花が少ない時期なので、えー、嬉しいですねちゃんと咲いてくれるのを、えー、楽しみにしていますでちょっとね横の方に移るとこれこれもね種が結構できてると思いますがこちらは 小松菜の種も結構できています。でこの種も、えー、もう少しねかか完熟してきたら鳥が食べに来ると思うので、えー、種取りする分ぐらいは、えー、っとネットをかぶせて、えー、ちゃんとね最後まで収穫種取りができるように。 いいいてていきたいと思っていますでえー、とこその横こちらの畝はアスパラガスをもう10年ぐらい経ちますかねえっ、ー、と育てていますこちらの方に出てますがこれは結構ね太い小指ぐらいの太さの、えー、いい感じの えー、アススパラガスが育ってきてきいますいや昨日もね6本程度太いのを、ね、収穫したんですが、えー、随時ね、えー、今の時期、えー、収穫していっています、えー、春先に、えー、4月春先というか4月ぐらいから、あのー、少しずつ収穫していけてて、まあ、今月 ぐらいまでは収穫して少しねちっちゃいのは細いのはこういう感じで残しつつ、えー、全部はね最後は取らずに、えー、株がね全部取ってしまうと弱ってしまうので少し残しながら収穫したりとかしてい、えー、きたいと思います、えー、アスパラなんかはね一度こう植えてしまうともう毎年必ず出てくれるので えー、本当にねありがたい、えーえー、お野菜だなというふうに思っていますえっ、ー、とその次にこちらの方に行きましてえー、里芋里芋をまたね、えー、たくさん植えました、えー、実はね同じ畝の上に植えてます今年も去年と同じところにでも 植える場所をね、少しずらして、去年植えてるところと、植えてるところの、まあ、ちょっとね、えー、ずれるような感じで植えました。えー、こちらのちょっとね、くぼんだところに植えてるんですが、このくぼんだところの土を上げたところがこちらなんですが、去年はね、今、上げたところのところに植えてます。で、少しずらして植えてるので、えー、 またね元気に育ってくれるかなというふうに思います、えー、来年は、えー、別の船に、えー、変えたいなというふうに思っていますえその横ですねジャガイモが,いもじゃが,いもがあの育っています少しねゆっくりゆっくりな感じで育っているようなふうに思いますが えー、多分ね皆さんのところはもう少し、ね、大きくなってると思いますがこれね、えー、種を種芋を、えー、植え付けするのが少しね遅くなってしまいました、えー、っと3月の後半も4月になるかならないかぐらいの時に、えー、とここに植えました、えー、その時はねちょうどまたね植えるタイミングを <laughs> 少し逃してて、えー、芽が 5、6センチぐらい伸びてましたかね。で、それを、あのー、一つずつ、目を痛めないような感じで、えー、丁寧に植えました。で、まあ、遅かったっていうのもあって、えー、霜に4月の遅霜が毎年来るんですが、遅霜には当たらず、一切当たらず、すごいね、綺麗な感じで、今年は育ってくれているので、えー あのまあ少しね遅く植えるのもありなのかなというふうにも思っています。えー、遅れたからといって諦めずに、えー、ちゃんとね、えー、植えてあげれるっていうのはあのー、いいなというふうに思いますので、えー、いつもね遅れ遅れでいろんなものが遅れていますがまあ私は諦めずに、えー、遅れても植えています。 で、えー、その次、横になりますが、こちらの方は、芍、えー、薬になります、えーまあ。花を見て楽しむ、えー、園芸品種の芍薬ではなくて、漢方薬として、えー、使える、えー、品種になっています。えーえー、っとちょうどね、えー、植えてから3年目になります、今年で、えー、まあ、3年目 くららいから花芽がつくと言われてて、えー、確かにね、えー、花芽が少しついてるのがあるので、えー、少しもう少し経ったら花が咲くかな、えー、すごくすごくね、えー、楽しみにしていますでまあ先ほども言いましたが私も、えー、これを、まあ、漢方薬として使いたいなと思っているので、えー、花はねずっと、えー、咲かせているままにしない方がね えっといいということなので、えー、切り花として花が咲いたら、えー、切って、えー、家の方で、えー、楽しみたいなというふうに思っています。で、えー、その横になりますが、こちらはソラマメになります。えー、っとエチゼン赤ソラマメという品種で、まあ今年初めてねする品種になります。 見、えー、つきも結構良くて、えー、すごくあの、えー、私のところでも、えー、なんかいい感じに育ってくれてるなというふうに思いますでえー、っと上巻6 0ンチの、えー、株間4 0ンチぐらいかなに、えー、3粒ずつ、えー、種をまきましたで育ったものを見ていいのを2つ ししをして,育ててて育いますで種をまいたのは、えー、10月の中頃になるかなえー、っとその自分にまきました、えー、順調にね、えー、今まで育ってくれたのかなというふうに思います、えー、草刈りもね、えー、4月に一度だけしていますねあとは何もしてませんで、えー この空豆は、まあ、初めて作る品種なのでちょっとわからないのですが、えー、なんかね空豆っていうのはこう最初育ってくる段階ではこう上を向いて空の方を向いてさやができるんですが実がね、えー、っと大きくなるに従って熟してくるに従ってね下の方に向いてきたらあの収穫時期やっていう。 目安にも、えー、なってるみたいなんですが、まあ、この品種はね、えー、そうなのかはちょっとわからないのでちょっとね今この下向いてるやつをちょっとね、はい、よい中を出してみて見てみたいと思いますまだね若干外の皮のところは硬いですね硬いですが実はどんな感じに育ってるかというとあまあまあいい感じにぷっくらと 膨らんでいますこんな感じになってます。巻、え、い、ー、た種はあの、外側はね、すごい赤色をしてたんですが、まだね、この段階では、えー、緑色をして、僕ね、綺麗な色をしてますが、えーえー、いい感じに育ってるかと思います。えー、少しね、いくつかあの収穫できそうなものがあるので、えー、また後で。 あの収穫していいいきたいと思いますこういうのもちょっとね塩茹でにして食べるのもいいですし焼いてもさやごとを焼いてもいいですし、えー、とご飯にね混ぜて一緒に炊いてもすごくおいしいですはいこの時期ねすごくありがたい食材になってますで、えー、その横に行きたいと思います、えー、こちらの方は ニニニニンニクニンクニクになりますニンニクもね元気に育ってきてくれていてちょうどね今の自分はね、えー、ニンニクの芽がねびューんと伸びてきてあのいい感じに、えー、なってるかと思いますでえー、っとねもう少しね前にここまでね大きくなる前にかな。 これぐらいででもいいですねに,これぐらいに育ったらあのニンニクの芽の、まあ、収穫の目安に私はしてます。でこう大体先から3 0センチぐらい、まあ、もうちょっといっていいかな。ポキってね手でこうひねったら取れる程度のところが、まあ、収穫できるところかなというふうに思っています。で、えー、もう大体こちらの半分。 こっちのね半分は昨日収穫しましたであと残りのところも今日ちょっとあとで収穫してい、えー、きたいというふうに思いますで結構ねたくさんあるのでまあいっぺんには食べれないですけどえっ、ー、と23分ぐらいかなこの太いところはえっ、ー、と少しね塩を茹でしてで、えー、長いままでで花芽は花芽でね少しね えー、切っておいて花芽のところは30秒ぐらい、えー、塩茹でしてでそれを冷凍保存もできるので、えー、少しね、えー、ゆっくりゆっくり食べていきたいというふうに思っていますでニンニクなんですが、あのー、収穫時期はもう少し、えー、っと葉っぱがね枯れてきて、えー、そうですねもう少し全体的に枯れてきたら、まあ、収穫の目安かなというふうに 思っています、えー、次に行きたいと思いますがその横のところに、えー、育っているのはチマサンチュになります。カキチシャとも呼ばれるものですね、えー。先ほども見ましたサニーレタスと同じところで、えー、苗を育てたものになります。えー、同じく11月ぐらいに、えー、定食したもので。 えー、3月ぐららいいから食べ始めています、えー、この柿汁も、えー、本当にありがたく、えー、生食にしたらねちょっと硬いんですがまあサラダとしてもいただけますし、えー、炒め物とかチャーハンに入れたり、えー、お好み焼きをしたりキャベツの代わりにね、えー、お好み焼きをしたり、えー、してもあの結構ねしっかりしている、えー、と。 レタス系の、えー、刃物になります、えー、こちらの方もね、本当ねもう食べても食べても中からどんどん葉っぱが、えー、できてきてくれ,れますので、えー、長期間にわたって食べ続けれる本当にね、ありがたい刃物になってます、えー、もう少ししたら胴達してきて、えー、種が種を作る営みになると思いますが今年はね、ちゃんと あの種取りまで行けたらいいいなという,ふうに思ってますで、えーと、その横に移りますとこちらの方では、えー、ヘチマと、えー、ゴーヤの、えー、天巻きをしました、えー、結構ね前にしたんですが、えー、私のところもなかなか地温といいますかえっ、ーえー、と朝夕の冷え込みとかも強いですしうん まあ平野部に比べて温度も低いこともあってなかなかね芽が出てきてくれませんひょっとしたらね種が悪かったのかもしれないですけどもあのー、もう3週間ぐらい前になりますかね23週間ぐらい前になるのでちょっと出てきてないっていうこともあって、えー、ポット内の方にまた別の種をあのー、えー、巻いていますで まあね、こちらの方もちゃんと出てきてくれたらこちらの方で育ててで、ポット内の方も育てばまた別のところに植えてね、えー、育ててみたいと思っていますはいえー、とその次ですねこちら絹さやエンドウになります、えー、ずっとね種を、えー、取り続けて十数年になりますがあの、今年も元気よく育ってくれています こちらのねこれぐらいの大きさまで育ってきたらちょうどね収穫時期ですねで先ほども言いましたけども、えー、下の方の今ね大きくなってきてるやつは少し置いておいて、えー、種取りをしたいと思っていますでその上ぐらいですねから随時収穫していきたいと思いますがかなりの量今年はできてるなと思いますね 2メーター幅、今年は、ね、2メーター幅のちょっと幅広のウネに植えてみましたが、やっぱね、広い方が両方の、えー、中の方もしっかり日が当たって、あのー、今までね、結構1.2メーター幅の、えー、ウネに、えー、植えてたんですが、やっぱ広い方がいいなというふうなに思います、えー、なんかね、元気の良さもあのすごくいいなというふうにも思いますが。えー まあか広い畝に植えてよかったなというふうに思っていますでその、えー、広い畝の間に、えー、実は私はしょうの方を天巻きしています天巻きと言いますか植えていますまだあの出てきていませんがえー、っと5 0センチ間隔ぐらいかなで1、えー、つずつ植えていますまあこれからの季節 まあ、あの生姜は湿りを好む、えー、植物といいますか作物ですのであのちょっとねになりやすいところに植えてあげたらいいなということもあって絹さや遠藤の間に植えましたであの生姜に関して言いますと一つね、えー、種取り種とりといいますか、えー、冬越し,、えー、し去年ね、えー、結構収穫したんですが まあ冬越しといいますか、あのー、里芋の、えー、芋穴の下のところにねらに、えー、土のところを掘ってでそこのところにねいくつか、えー、種として保存できたらいいなというふうにも思って、えー、貯蔵していたんですが、えー、春先になって出してみるとやっぱねちょっとね腐っていました。もうう少し、ね、深く掘らないといけないといいいとととけの 実はあのその里芋の貯蔵管の、えー、と屋根の部分に使っているトタンのところに多分ね穴が開いていてで雨も結構降ったので、えー、と貯蔵している芋穴のところにね結構ね水が入っていましたで生姜はね一番底の方にあって、えー、さ,さつまいももねえっ、ー、と 生姜と、えー、里芋の間に入れたんですがさつまいもも湿りを嫌うので、えー、半分以上ね炒めてしまいましたねで生姜のとを生姜を保存しているところもかなりね湿りが多くてうまくいかなかった原因なのかなというふうに思ってますえー、とまあ次回次回はもう少しね深いところまで穴を掘って で、屋根もしっかりと作り直して、えー、ちゃんとね、えー、保存できるようにしたいというふうに思っています。で、えー、っと、そうですね、えー、その後ろ行きましょうか。後ろのところ、えー、少しね、レンゲが生えているところが見えるかと思いますが、えー、と、こちらの方が私のところの、えー、田んぼになります。えー、面積はね、 3.5世3.6世かになります。でえー、っと上と下と2枚に分かれていましてえー、っと今の時期は実はね、えー、毎年麦をね育てているんですが去年去年というか、えー、お米の収穫をした後にちょっとね、えー、いつもだったらその流れで えー、麦の種まきをするんですがちょっとできなくて今年は麦のない、えー、姿になっています麦をね育てなければここはね多分ね昔田んぼだった時にレンゲをまいて緑肥として育ててあったんだと思いますがその種が残っていて、えー、冬の間はレンゲ畑になりますでえー、っとそのね3.5世に植える、えー、苗をこちらの ないどこえー、岡縄城畑縄城といいますが、えー、水のない場所ね畑ね畑状のところに、えー、種をまきました、えー、っと5月の2日3日にかけてここのところに種をまきましたで、えー、っとその種なんですが、えー、と実はね五、えー、月 に入る前の4月25日の日に、えー、水洗をして、まあ、水で水の中に入れて、えー、っと沈んだものを使うんですがでその沈んだものを、えー、毎日水を取り替えながら、えー、っと目出しというね作業をさせています。なので実際のところね、えー、っと種を ここに巻いたのは、えー、2日3日なんですが、えー、お米としてスタートを切ったのは、まあ、25日から始まったのかなというふうに思いますでえっとここら辺やったかな実はねもうねぴょこぴょこ芽が出てきているところがあってこの辺とかあったかなちょっとね ちょっとめくってみますが、見えますかねしょ。お米の、これがそうなんですが、芽が出てきています。まあだいたいあのー、畑のところに、えー、芽出しを刺したものを巻いてから、まあ、一週間、7日から10日ぐらいになったら、地上部に、 芽、えー、がねぴょこぴょこ出てくるような感じになってます。結構ね早いうちに出てきますで私はなんでねこういう芽出しなんかをしてるかと言いますとここも私のところもねオケラの被害が結構ひどいんですよ。でとここで田んぼをやり始めて、まあ、23年はね結構オケラの害に悩まされていました。 でも、えーと、目出しを、ね、するようになってからは、えー、で目出しをして、えー、田んぼのところに、ね、巻くのが、えー、5, 5月に入ってから、えー、ゴールデンウィークあたりに、えー、種をまくと、えー、比較的おけらにやられずに早くに芽、ね、が出てきますので芽が出たらおけらも。 えー、あんまり食べることもしなくなるっていうこともあって、えー、目指しをさせるようにしていますい説明がね少し長くなっていますがあ、あのー、そういう感じで今のところのいどここういう感じで育っていますこちらに、えー、巻いています、えー、お米の品種を言っておきますとうれちまいがアケボノという品種で、えー、あと タイの香り米ですか,か、えー、細長い、えー、お米なんですが、えー、香りの強いお米がの品種が1つと古代米のもち米で、えー、この神社の御神米っていう赤い乃木の長い、ね、お米と、えー、緑米という、えー、すごくねごく多くてすごい遅い品種なんですがの、えー、4種類あともう1つね、えー、知り合いが。 あの育てていた赤米、まあ、少し少量ですが、えー、今年は種をまきましただいたい、えー、苗を育てるのも2月きほどですかね、えー、5月6月6月の下旬から7月の頭にかけてが田植えの時期になってますそれまでねここでねしっかりと苗を育てていきたいというふうに思います で、えー、っと、次なんですが、まあ、畑に、もう少し畑あるんですが、その間にね、えー、苗を育てているところがあります。えー、ポット苗なんですが、えー、ちょっと見ていきますね。こちらの方が、ナスになります。シンクロナスですね。えー、種を取り続けているものですね。えー、少しね、若干、えー、発芽が遅かったので、 ちょっとスタートに遅れていますがまあまあ,あのゆっくりですがしっかりと育ってきているので、えー、いいかなというふうに思いますでその横がアマナガシシとフシミ伏見ナガですねで紫唐辛子ら、えー、紫色のね、えー、実がなるんですが、あのー、結構ね私のところではよくできて、えー、で全然ね辛い部分もないので 食べやすくすすくくご気に入って作ってて作いますこの、えー、紫唐辛子とあと韓国唐辛子、えー、キムチとか豆板醤とかで使える、ね、美味しいあ,のあんまり辛すぎない唐辛子ですがもう育てていますで、えー、こちらの方はこの横にあるのが、えー、温室ですね温室に入れてるのが見えますかね トマトとバジル。で、その横がパプリカとモロヘイヤ。で、花オクラに、えー、タイのね、ヘチマもね、ちょっとね、植えてみています。で、見えるかなその向こう側はね、えー、スイカとかジバ、地エきゅうり、ヘチマ、トうがん、えー、かぼちゃですね。 その辺の類のものがウリカの、えー、ポット苗が入っています。でもう一つね、結構,結構な量ね、えー、苗ポット内で育てていますが、えー、こちらの方もえっ、ー、と昔ね、えー、踏み込み温床してた時のあの屋根の部分で使っていた、えー、ポリカの。えー えーとこういうね、パネル状のものがあの倉庫のところにあったので、それを利用して、もう一つね、えっ、ー、と、温室を作りました、えーと。こちらの方は、鶴首くび軟禁、まあスイカもあるし、マクワウリ、えっ、ー、と、ナスですね、染料に行こうと、オクラですね、こちらの手前の方は、オクラがダビデと。 種類ありますでこちらのね横の方にはさつまいもの苗、えー、床を作っていますがまだね、えー、芽が出てきてないですねちょっとね遅かったっていうのもあったりちょっとねえー、っと種芋の保存状態が悪かったのかもしれないですがまだね芽が出てきていませんもう少しね、えー、様子を見たいと思います もう少しね畑の方をねあるので見てもらいたいと思います、えー、まずね、えー、こちらの方がラッキョウですねらっきょうを植えていますらっきょうのね漬物、えー、甘,甘酢漬けになるんですかねあのカレーとか食べるときなんかねすごく少しねあると美味しいですね、えー、そのラッキョウを育てています えー、もともとね、この土地に自生していたものを、えー、畑の方に、えー、ちゃんとね、植えてあげて育てています、まあ。自生するぐらいなので、この土地にすごく合っていて、えー、いい感じに育ってくれています。で、えー、っと、そうですね、こちらの方に移って、見ていただきますと、えー、っと、 持ち肌カムギが元気に出水をして育っているのが見えるかと思います。ちょっとね首の方がと折れ曲がっていますが、えー、ともう花の時期は終わって実がね結構太ってくるとこういう感じで首が折れてくるような感じになってきます。もう少ししたらね紫色にちょっとね色づいてきてこの辺もね少し少しずつね色がね ついてきていますがこれがねまたね風になびくと綺麗なねあの畑の風景になるので、えー、とてもね気に入って育てている品種になりますまもちはだか麦ですがまあ、脱穀も、えー、比較的、えー、しやすいですし、えー、少しね行ってねご飯に混ぜて食べると、えー、美味しいですので えー、すごく、ね、重宝して、えー、食べている、えー、育てているものになっていますでその横になりますが、えーまあ、この、えー、持ち裸麦と同じ時に巻きましたこちらが六条大麦になりますで私のところでは、えー、麦茶をね暑い夏の時に、えー、飲みますがそのね麦茶を作るのに えー、育てています、えー、自家製のね麦茶は本当にね、えー、またね違った味わいで、えー、とても美味しいので、えー、気に入って作っています、えー、少しね、えー、こちらの方まばらに育っていて、えー、ちょっとね元気がないような感じなんですがまあまあまあ,あのほぼほぼ育ってくれているのでありがたいなというふうに思います、えー、で六畳大麦なんですが なんで6畳っていうかって言いますとね、上から見ると分かりますかね、6, 6, 6つにね、えーえー、穂がね、並んでるのが見えるかと思います。こね、横から見るとね、こう、並んでるのが分かりますかね。これがね、6畳になっていて、で、6畳大麦というふうに、えー、呼んでいます。 えー、春ュというね品種になります。でで、えー、そうですねちょっと戻って後ろを振り返るとこちらのところにあるのが菜花になります。菜花の種ですね。えー、っとこれもねずっとね自家採取でつないでる品種ですので、えー、ちゃんとね種取りできるようにしたいと思います。これもね結構 あの鳥に食べられてしまうので、えー、そうですねまたね熱湯、えー、をかぶして、えー、最後までちゃんと種取りをしたいと思いますで、えー、さらに下の方に行ていきますはいえー、一番ね川沿いの畑に来ました、えー、でこちらの方には がが植えてあるのかかりますかねこれね、みょうが、新しい葉っぱが出てきていますが、あのちゃんとね、えー、育ってきてくれていると思います。少しのり面と言いますか、ちょっとね、影になるところに育てると、えー、育ちやすい、えー、ものですね。えー、っと、その次に、えー、こちらの方は、 こちらの方にもね、種が結構できているかと思いますが、三東斎が育ってたところですね、えー、こちらの方の種もしっかりと、えー、残していきたいというふうに思っています。あもう見てください、これ、これね、鳥に食べられた跡です。こういうふうにね、ちょっとね、えー乾燥し、乾燥するというか、完熟して枯れてくると、 もうそういったところから鳥は食べていきますので鳥もよく分かってますね食べ時期があのまあこういう感じで枯れてくるま前ぐらいにネットをかぶしてあげると、まあ、比較的種取りがしやすいですねでえー、っと次に見ていただくのがこちらの畝にはね、えー こんにゃく芋を植えていますでまだね芽が出てきていないんですが2つだけ、えー、何やらちょっとねヨーしヨいーーと言いますかあの <laughs> 大きな芽が出てきていますがこちらの方はねこんにゃくの花芽ですね花芽が2つ出てきていますあ毛虫さん向いてますねで こんにゃくはね、花が咲くともうダメやとも言いますが、去年かおとどしか、えっ、ー、とまあ、花が咲いたやつでもまたね、芽が出てきて葉っぱが育って、えっ、ー、と、それもちゃんといただくことができたので、まあ、諦めず、えっ、ー、と、このまま植えて、様子を見たいというふうに思います。で、えー、こちらが、 最後にななるかな、えー、とこちらのところにも2畳にわたって、えー、トウモロコシ紫色の紫赤紫色の、えー、トウモロコシを植えていますこちらもね3粒植えでちょっとモグラが入ってるのかなこういう感じでまあこれは1粒しか出てないですけどまあ2つ 2つ出てるのもあればこれは出てないかどうやろうか出てないかまあ3つ出てるのがあれば結果部してるところにえ移植してあげたりもしたいなというふうに思ってますどうだろうかなまあ,まあほぼほぼまあ出てるのも出てないのもありますがあのこのまま育てていきたいと思いますちょっとねここは乾燥しがちで 地力も少し、ねえー、ないところでですので、えー、もう少しね育ってきたら腐葉、えー、土と米ぬかを混ぜたものを横にこうですねさっと巻いて、えー、補いをしたら、えー、またね元気よく育ってくれるのかなというふうに思ってます。えっ、ー、と少しね長くなりましたが畑はこれぐらいですかね以上です。 全体をね、ぐるっと一周見て回りました少しね駆け足になっ,たなってあのー、お見苦しいところもあったかと思いますが、あのー、参考にしていただけることが少しでもあったら幸いだなというふうに思っております、えー、またね、えー、これから、えー、どんどん農、あのー、作業といいますか夏野菜の種おろしもいんげんとか捧げなんかも。 今なんかちょうど巻き時ですしトウモロコシやきゅうりなんかはあの時期をずらして種が巻けるものですし、えー、ごまなんかも、えー、もうそろそろ巻いてもいいのかなというふうにも思っております。ま、えー、たね、えー、畑での作業も忙しくなったりしますがあの無理のないところで、えー、楽しめる範囲で、えー、私も地球の、えー、していきたいと思っております。 今回の動画は以上になりりまままます。えー、最後までごご視聴しししてていいたた。だきありがとうございましたこの動画がいいなと思われた方はぜひね高評価ボタン、えー、チャンネル登録まだお済みでない方は、えー、動画制作の本当にね励みになりますのでそちらの方もよろしくお願いしますそれではまた次回の動画で会いましょう